なんでこうなってるわけ？ああ、手錠？そうだよ、それ以外に何があんの？そんぐらいで怒んなよ。これも授業なんだってよ。五条先生が学生たるもの青春せよってね。何が青春だよ、言われなくてもやってるよ。で、いつまで？1週間らしい。はあ、1週間？無理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 。でも鍵ないと取れねえし。じゃあ先生は？今出張中。帰ってきたらぶっ飛ばす。じゃあ本当に取れないってこと？そうみたいだよ。だって見てよ。うぐ、パンダ先輩と犬巻先輩つながってんじゃん。なんか楽しそうだな。なんでこんなこと楽しめるのよ。ちょっと待ってよ、1週間って言ったわよね。ってことはお風呂は？トイレは？無理無理無理、マキ先輩に変えてよ。マキ先輩は今任務中。あいつ帰ってきたら座銀でシースー確定だな。とりあえず腹減らね、食堂で食おうぜ。あんたってやつは本当にのんきね。ちゃんと考えてるの？まあ深く考えずにさ、腹ごしらえしてからでもいいんじゃね。確かにお腹が空いたわ。イタドリがそう言うならごちそうさま。なんでだよ。イタドリ、お前の頭の中脳みそあるのか？あるよ。なんで？私の左手とイタドリの右手がつながってんだぞ。ああ、右使えねえのか。それなのにうどんとかありえないだろう。大丈夫大丈夫、左手で持ってどんぶりごといけっから。あじつーあっちー。もう今回だけだからな、絶対におごりだかんな。ふうふう。あーうん、熱くない。食える？もっと食べるか。何子供みたいな笑顔見せてくんのよ、調子狂うな。お、ありがとな、釘崎。釘崎、今日は優しいな。早く食べなさいよ。ほらほら。早い、まだ食べてる。口がいっぱい。食べたらさっさと部屋戻るぞ。お。今日はごちそうさまでした。食堂の私どうしたのよ。いいよいいよ、俺さ一人で食う飯好きじゃないからさ、釘崎と一緒でよかったよ。いつもより近いからか、笑顔がキュンってくるぞ。キュンって何よ。え、何？うわ、いた。釘崎離れんなよ、もっとこっち来いよ。こっち来いよ。イス彼氏だったら言われたい言葉第1位。いや、この距離でいいじゃん。釘崎の手首赤くなってんじゃん、大丈夫かよ。なんでそういうところ目につくかな、やさおかよ。こんなの平気よ。俺の方全然赤くなってねえよ、俺強く引っ張ってた？いや、そんなことないけど。あー、やっぱ俺だろ、こんなこと初めてだからさ、ごめんな。あー、さらっと謝る姿勢、彼氏なら満点。いいって言ってんの。え、キャー、釘崎、あっぶねー、階段から落ちるところだったぞ。なんか釘崎の様子がおかしいぞ。大丈夫だから。ちょっと待ってよ。え、抱きしめられてる？怪我してないか？こんぐらいで私が、いった。足くじいてんじゃん、ほらよっと。なんだよ、下ろして。別にこのぐらい。無理すんなって、早めに冷やした方がいいだろ。何よ何よ何よ、イタドリって私のこと好きとか、好きとか。歩けるっつーの。いいから首に腕回せよ、また落ちるぞ。腕回せよ、なんだよ、ドラマかよ、少女漫画かよ、最高かよ。
んたが言ってきたからやってるだけで、私の意思では。分かってるよ。俺のせいでいいよ。虎杖ってこんなにいい男だったかな。なんか喋れよ。恥ずかしいだろ。無理。あんたが喋って。やっぱり変だ。釘崎はトイレか腹痛か。そういや、この間の任務の時にも思ったんだけどさ。うん。その時、俺めちゃくちゃ走ったじゃん。覚えてない。覚えてます。忘れません。少女漫画なら読み返すシーンです。覚えてない。俺が釘崎抱き上げて走ったろ。ああ、それね。かっこよかったなんて絶対に虎杖には言わないけど。お前はもっと食った方がいいぞ。は？食った方がいいって言ったか？ん？聞き間違い？ガリじゃん、細すぎ。もっと飯食えよ。おろせよ。え？おろせっつってんだろうが。何よ、人の気持ち高ぶるだけ高まらせて。もう一回言ってみろよ。あ？お、いつもの釘崎に戻ったな。え？お前飯食ってから様子がおかしかったからさ。俺とこんなことになっちまって嫌われたのかと思ってよ。虎杖、お前ってやつは何なんだよこの気持ちは。どうする？付き合うとかっていう話？え、私に言わせる気？俺でもいいよ。そうだよな、そういうのは男からだよな。でも待って、ここで？え、何キョロキョロしてんの。まあいいや、俺の部屋来て。そうだよな、こんなところで誰かに見られたら。トランプでいいよな。そうだな。は？あれ、トランプ嫌い？嫌いじゃないけど、なんでトランプ？だってさすがに男女で同じ部屋で寝るっつうのはまずいっしょ。そうだよな。あははは。なんだよ、健全かよ。振り回された私の気持ち返せ。ん？健全？振り回された？なんでもねえよ。やべえ、つい言葉に出ちゃった。朝までトランプやって、明日には先生帰ってくるみたいだからさ。そしたら鍵渡してもらおうぜ。そうだな、それがいいな。おい、起きろよ、朝だぞ。まだ眠い。そんなくっつくなよ。え、虎杖？お前寝相悪すぎ。うるせえ、起き抜けのレディーに言う言葉かよ。悪い悪いっと。今何時だ？は？なんだよ、もう昼とか。これ、俺の部屋。俺ら二人で寝てる姿、なんで写真？写真？なんだよこれ、趣味悪いな。しかも高専のグループラインじゃん。どこは、九条悟？先生が帰ってきたんだ。早く連絡して。先生？ああ、ユージ、おはよう。いい夢見れた？なんだよこの写真。すごくいい感じに撮れてるでしょ。呪術師クビになったら写真家になろうかな。あんなにくっついて寝てたら可愛くってつい。ついじゃねえよ、早く消せ。いやだね、だって思い出だよ、青春だよ、もう二度とないよ。写真の弁明は後でみんなにするんで、鍵外してもらえませんか？鍵？そんなのないよ。は？なんでだよ、そんなわけないだろ。だってそれボタン式だよ。え？え？あれ？本当に1週間つけるって思ってたの？じゃあトイレは？お風呂は？一緒にするってこと？マジでぶっ飛ばす。え？でもパンダ先輩と犬巻先輩も手錠して、
二人とも昨日の夜から任務に行っているよ。だって鍵は先生が持ってるからなって言ってましたよね。ユージはもう少し人を疑う心を持った方がいいね。おい、今どこだ。こっちの気持ち忙しくしやがって。なんだ、ちゃんと青春してんじゃん。青春とか言ってんじゃねえ。あ、ボタンこれだ。外れんじゃねえかよ。だな。だなじゃねえよ、イタドリ。え、俺？俺なのかよ。今回の一件があったからなのか、任務に就くなり息の合った二人のコンビネーション能力は格段にいいものに変化していたっていう話だとさ。鮭、ツナ、タカナ、明太子、名前、おかか。チャンネル登録よろしくお願いします。